令和3年4月3日、先ほどですね、田中邦衛さんが88歳で老衰でお亡くなりになったという連絡が入ってきました。本当にですね、田中邦衛さん、今までお疲れ様でございました。田中邦衛さんの人生はそのままね、田中邦衛というジャンルに押し込められるようなね、押し込められると言ったら変な言い方になりますけども、田中邦衛というジャンルを作ってきたんではないかなと思います。まあ、それはですね、俳優とかそれから役者というものにとどまらず、まさに人生田中邦衛というドラマだったのではないかなと思いますね。で、私もね、田中邦衛さんとは家族ぐるみでちょっとね、お付き合いがありまして、というのはね、別に付き合ってたわけじゃないんですけども、私が物心ついた時に始まったドラマ北の国からっていうものをね、ずっと家族で見てまして、その中で、まあ、様々なね、葛藤ですとか興味ですとか青春ですとかね、そして主人公の純くんね、この彼を通してのドラマっていうのがまた味がありましたよね。純くんが30になり40になり、その姿が、その視線から見る青春とか初恋とか遺言というドラマですね、こういったものがまさにね、私自身の人生にも投影しているのかなと思います。まあ、田中邦衛さんは刑事物語というね、武田鉄矢さんのドラマにも出てらっしゃって、とてつもないね、演技力を発信していて、武田鉄矢さん自身もやばいと思ったらしいですね、あの演技力。なんかね、エピソードとしてはリハーサルで簡単にやりましょう、楽にやりましょうって言って始まったのに、リハーサルからもう超本気で、もう瞳に涙を止めてね、ブルブル震えてたらしいんですよ。で、それを見て武田鉄矢さんが圧倒されちゃって、あ、これはちょっと本番すぐには無理ですって言って、ちょっと離れたところで車の中でね、心を落ち着けて、それからしばらくしてまたリハーサルに入ったみたいなエピソードがあって、田中邦衛さんのね、演技っていうのはまさに人生そのもので、一回一回がクライマックスだったんでしょうね。で、田中邦衛さんといえばね、やっぱ喋り口調がものすごく特徴があったと思うんですけども、私ね、シルベスター・スタローンを思い出すんですよ。まあ、ロッキーという作品がものすごく有名ですけども、シルベスター・スタローンさんはなんかね、言語障害があって上手に喋れないんですよね。で、俳優役者は無理だと思われていたんですけども、まあ遅咲きながら例のね、ロッキーでデビューされて、それからというものもう世界の頂点に君臨するような大物になったわけなんですけども、そのね、今のような時代は特になんですけども、まあ、上手な人よりもその人にしかできないようなことができる人が求められるんではないかなと思うんですよ。田中邦衛さんとかね、シルベスター・スタローンさん以上の上手な役者さんはいると思うんですよね。だけども田中邦衛さんの代わりができる人はいないですね。じゃあ北の国から田中邦衛さん以外の人で主人公出るかって言ったら無理ですよね。男がつらいの寅さんももうね、ちょっと難しいですよね。そんな感じじゃないかなと思うんですよ。で、これはビジネスでも言えていて、上手にビジネスを運営する方、大量消費、大量生産の時代だったらそういう人は求められたと思いますけども、今はそうじゃなくって、よりね、個人にフォーカスした時代、この人じゃなきゃダメなんだみたいな、そんなニーズがあるんじゃないかなと思いますね。いろいろと田中邦衛さんから学ぶことがありましたけども、今回ね、お亡くなりになったということで、一応田中邦衛というドラマは終わりましたが、まだまだね、田中邦衛を見ている私たちのドラマは続きます。まあ、今日はね、田中邦衛さんがお亡くなりになったということで、お悔やみを申し上げるとともに、まあ、お祝いといいますかね、田中邦衛さん本当にすごかったよと、いろんな方の心に火を灯したよってこと、そういう意味でね、お祝いを申し上げて、田中邦衛さんの労をねぎらいたいと思います。そしてね、喪に服するためにこの動画を送らせていただきました。ということで、田中邦衛さん、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。